皆さんに重大な発表があります。なんとついにウームゴルフ初のウームゴルフコンペが開催することになりました。はい、もうやっとです。私もずっと やりたかったウームゴルフコンペなんですけれども、日にちは11月21日木曜日、茨城県にありますサザンヤードカントリークラブで開催します。ゲストは私楓と岩本沙織コーチ、そして須藤優太プロです。イベントでは私と須藤プロとのニアピン対決が1ホールずつありまして、なんとその他にも岩本コーチのレッスンが受けられる特別枠をご用意いたしました。24名様限定で岩本コーチが3ホール帯同してくれて、ラウンドレッスンをしてくれます。岩本コーチのレッスンが受けられる機会は本当になかなかないですし、普段皆さんが見てくれているレッスンを自分で受けれるっていうのは本当に貴重な体験だと思いますので、ぜひ岩本コーチのレッスン受けてほしいです。そして須藤プロのショットも間近で見ると本当にすごいんですよ。これもね、皆さんに目の前で見てほしいですし、私の上手くなったところも皆さんと対決してちょっと見せつけたいなと思っております。何よりウームゴルフ念願の初めてのコンペで皆さんにお会いできること楽しみにしていますので、ぜひ概要欄とコメント欄の方からウームゴルフショップに飛んでいただいて、詳細そして購入ぜひぜひお待ちしております。では当日サザンヤードカントリークラブで待ってます。モープロレッスン。はい、皆さんこんにちは、楓です。そして新浦桃香です。よろしくお願いします。します。はい、本日は児玉ゴルフクラブに来ております。今日はですね、私のドライバーを見てほしいんですけれども、私のドライバーといえば、まあミスは右なんですよ。スライスとプッシュで、ずっとこれでやってきてたので、まあ OB もないし、スコアもその大きく崩すことってなかったんですよ。まあいるのでなんですけど、最近急に、まあ右が続いててボール捕まえたいなって思ってた時に、急に左が出るようになってきちゃって、距離も伸び始めたってこと？あ、でもちょっとモープロにも教えてもらって、うん、あと今生配信で200ヤードチャレンジっていうのをずっとやってたので、ちょっと飛距離も伸びてきたんですけど、なんかちょっと右続いてるな、ボール捕まえたいなって思った時に、出玉から左にバンって行き始めて、それが出た瞬間に全てが怖くなったんですよ。恐怖心、もうこの世の全てが全部が怖くなって大丈夫大丈夫、何をしていてもあの左がフラッシュバックして大丈夫でもっていうのって結構あると思うんですよ。特に私はずっと右のミスしかしてなかったので、右のミスはまあしょうがないって思えるんですけど、左が出た瞬間に、じゃあここのホール右が嫌だからちょっと左向いておこうとかっていうのもできなくなっちゃって、保険もかけれないし、いつどっちがどう出るかが分かんなくなってすごい怖くなったので、今回は、まあ、右はまあいいでしょう、はい、左は絶対に嫌だなっていう風な感じで、まあ、出玉ですね、フェースが急に被っちゃうのか何なのか分かんないんですけど、それを直していただきたいのと、はい、ももプロといえば、まあ、出玉絶対に真ん中より右じゃないですか、はい、それは意識してますか？左に行かないように。意識してます。左はダメにしてますか？絶対ダメです。ってことは左に行かない方法がある。ある。あ、それをぜひ教えていただきたいなと思っております。はい、もう本当にね、ラウンド行くのが怖いんですよ。あの一球出てからが、あれだけをちょっと直していただきたいなと思っております。わかりました。ちょっと何球か打っていくので見ていてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、これです。持ち球が出ました。はい、でも気になることあります。何ですか、何ですか。構えてもらって、はい、アドレス構えた時に、はい、右手が私から見た時に、うん、空間が見えるぐらい緩いんですね。はい、でも飛ばさなきゃって打って力むってことは、うん、そのまま力んでみてください。フェースかぶりません。今ちょっと、ほんとちょっとですよ。ほんとちょっと握っただけでかぶるんですよ。で、今のは逆に緩いからヘッドがこう落ちちゃって握ったんですけど、ちょっとしっかり握ってアドレスから。え、そっか、このまま握らなかったら右に行くし、そう、ちょっと握ったらかぶる。そう、だから構えた時からこの空間がしっかり、ね、見えないようにぐっと密着して、ここもくっつけて密着していいです。はい、密着した中で、密着してれば
先緩められるんですよ、別に。ああ、緩めることはできます。そう。でも、これが緩いと、握らないといけないんで、ここで。本当だ。てか、指先から握っちゃうんですよ。ああ。なんで多分、こねちゃうから。え、わかりました。じゃあ、ちょっと指をしっかり。そう、まあ、このね、指の、この、第二関節っていうのかな。はい。つけるようにちゃんと意識しとく。わかりました。しっかり握るんじゃなくて、密着させる感じですね。はい。はい。そう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 。はい。うん。うわ、めっちゃいい球出た。いいね。っていうのを、はい、気をつけなきゃいけないんですけど、それをするために、はい、まあ、楽して握れるポイントがあって、はい、今のこの握ってるグリップから、うん、はい、多分私のグリップってちょっと太いかしら。どうでしょう。太い。で、この太いグリップで握った時って密着しやすいんですよ。してます。なんかこれ、下にかけて太くなってるじゃないけど、私のって太いから細いになってるけど、ってなりますけどね、モンプロのグリップは多分結構一定の太さ。そうそうそう。あんまりね、ここが細くなりすぎない、うん。私がね、そもそも短く握るタイプの人なので、ここで握った時の太さでグリップってチョイスするんですけど、ここが細いと指先とか腹で握れちゃうので、うん、今の緩みができるんですけど、ちょっと太いと、こういう風に密着しやすいはしやすいです。そっか。あ、じゃあそれでちょっと密着、基本的にはしにくくできちゃってるっていうことですかね、グリップ自体は。シャフトがね、やっぱ細いので、その細さにかけて、細くなりやすいんですけど、うん、ちょっと太いグリップにしてあげると密着しやすいはあるので、もし次グリップを変えるとか、うん、この視聴者の方で、ちょっと途中でグリップが力グッと入るんだよなって方は、うん、一回り太いグリップを握るといいかなと思います。そもそも右手ってやっぱそのグッていっちゃいけないと思ってたので、とりあえず緩くしとけばいいでしょっていう思ってたんですよ。緩くして、でもボールがあるとフッってなるとフェースかぶっちゃうんで大変なことになっちゃう。ちょっとびっくり、そういうことだったんだ。いつもこれぐらいだったんですけど、はい、これを握ったらほんとこうやってかぶっちゃうんですよ。かぶってる。え、これだったんですかね。多分そう。え、一回じゃあ緩いとこから握って打ってみていいですか。はい。これが途中で力入れると多分かぶります。はい、緩くしといてインパクトらへんでこうギュッとやります。はい。逆やる人初めてですけどね。でもこれが分かれば左に行く原因は消せることですもんね。ちょっとやってみます。いつもね、ほんとね、こうやってこんぐらいでやっちゃってました。いいです、逆しなくていいです。というか、なんかもうダメですね、途中で握ろうって思うこと自体が。なんだろう、この辺からもうこういう力の入り方になっちゃってます。私結構今フェースの向きだけをこうするイメージでやってたんですけど、そもそもここで力を入れたら、なんていうの、こういうヘッドが先に落ちちゃう、落ちちゃいますみたいな感じで、もう今もうバラバラ、フェースだけの話じゃなかったです。アウトから入ってくるんですよ。アウトから入ってくる、こうなるから。だからこのまま行ったら左にもなるし、それが体が開くと右に行っちゃう。基本的に開きやすいんですけど。え、なんだ、そういうことか。え、他にあります？私がこれですか、やっぱり。ない。ここ、一球見て、打つ瞬間ギューってやってて、あーってなった。ああ、そういうことなん。じゃあ私は別に、この何でもないところから、ここで急激にこうやってるんじゃなくて、緩かったから、勝手に力入っちゃう。だってボールがあるのに、ボールがあって飛ばそうとして、この状態で打てますかって言われた時に、うん、多分打てないと思います。打てないと思います。私が、じゃあナイスショットっぽい時でも、なんか当たり負けしてるっぽい感じの右で悩んでたのも、ここが緩いからですかね。そう、体が抜けちゃうっていう。あー、え、びっくり、ここなんだ。しっかり握っていい、握っていいっていうか密着させる。うん。めっちゃ当たり強いじゃん。しっかりしてる、うん、ボールが、うん、ピロピロピロっていうのがなくなるかな。密着して打つ。あ、この密着するっていう言葉が
すごい、罪悪感。罪悪感がない。ないです。あの、右手をしっかり握るっていう言い方だと、こう、ギュッてなりがちなんですけど、密着ってなると、なんかちょうどペタってくっつくみたいな感じで。第二関節をつける。つける。第二関節を密着。いいじゃん。え、ほんとだ。なんか出玉も揃ってきたのが嬉しいです。一緒でしたね。今日私、左がなくなれば、右はいいやって思ってたんですけど、出玉がまっすぐになっちゃった。よかった。ありがとうございます。私、スイング言ってないですからね、今。ここだけ。どうしよう。動画がもう終わっちゃった。どうしましょう。ここから、もしさらに伸ばすとしたら。いやでも、左に関してはこれしかないです。どちらかと言ったらスライサーのスイングしてるので、今もう多分左怖すぎて触れてないから、これで触れるようになれればいいけど、もうローテーションもぐっと止めてる感じが伝わるので、多分それで右に行ってる感じ。じゃあ私が今ボール捕まえようと思ったら、密着したままだったら、ボールが左に行ってもいいやってしても、多分左ではないと思う。左に曲がるはあるけど、出て曲がるはあるけど、左ではないと思います。どこをどうしたらボール捕まるようになりそうですか？密着は前提で。密着前提で、今もう体重移動も怖くて、こう踏み込みも浅いので、多分怖いから、たまに当てようとすると体が近くなるのでスライスが出やすいから、ビュンとね振ってあげていいです。もっと踏み込みを強くする、うん、全然前でビュンって言わせる感じでも全然いいと思います、はい、ただ多分もうちょっと距離が出る。てことね、200飛ばせようとするときに途中で力が入れるようになったのかなと思うので。あ、そうかもしれないです。インパクトの当たり負けをしたくないとか、ボール捕まえたいでなってると思います。もっとじゃあ密着しとけば左には出ない。出ない。うん、これぐらい振ってください。わかりました。うん、ナイスショー。いいじゃんいいじゃん。ちょっと飛んできた。うん。で、200ヤードチャレンジをしてるっていうことで、はい、多分途中でね、力が入ったりとかいろいろね、出てきちゃったと思うので、それはちゃんとね、はい、ヘッドスピードの勢いでちゃんと振れるようにしなきゃいけないけど、体がね、はい、ちょっとこうついてきちゃってる。そっか、当てに行こうでそうなってるんですね。うん、うん、あ、タンプラしちゃった。全然問題ないです。はい、振るのと、こう、トップでね、止めないのは違うので、今ね、トップでこう止まんなくなっちゃってるから、それをしっかり止めてあげる。こう、早く行きたいってなってる感じですか？ちゃんとメリハリはつける。そう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 、いいですね。はい、うん、ナイスショー！これいいですね。これいいですね。おー、あ、一番いい球、結構飛んだ。200飛んでると思う。そっか、やっぱムムグロ君の回と一緒で、上でしっかり止まって、で、そうした時に私はちょっとここの角度、結構こうまっすぐ上げがちだったのが、右肘がちゃんとなんか柔らかく使えるような感覚も持てたので、そうか、右を密着させとかなかったら、ちょっと前に教えてもらった右肘をちゃんと曲げるっていうのもできないですよね。途中で力入ったりとかするとね、肘張っちゃうので。これか、カエデバークシャ、カエデバークシャ。そっか、右手は密着ですね。うん、で、左手がないから、はい、なんか行きそうで行かない感じでね、止まってくれると思うから、うん、今のでもちょっとグリップ緩いかなってちょっと私思いました。もっと密着ですか？なんか途中で抜けたかも。ここで抜けてグッと力入った感じが今感じました。それって全体ですか？うん、右手の。右手の。ここら辺が、途中でふって揺れてる感じ。人差し指を親指が特に抜けがちですか？はい。抜けてる。普段が多分抜けてたから、その癖で多分抜けやすいのかもしれないので。わかりました。ここもしっかり密着。こうなるんだ。若干、ふわって。うんうん、はい、うん、確かに意識してないと緩めちゃいますね、いつもの癖で。うん、うん、体が早いですか？
今の多分左行くのが怖かったですかね。ちょっと前に左行ってから、ね、なんか減速しちゃったからそれぐらいかな。あと一つ左に行く要素があるとすれば、この足踏み込んだ時ちょっとかかとに行く癖があるので、それがもしかしたら強くなると引っ掛けちゃうから。左かかとに行ってます。さっき素振り終わった後に多分ここのギリギリやってるからかもしれないけど、うん、こう、こういう風にかかとに行っちゃってたので、はい、かかとに行くと人間って下に出ちゃうんですよ。これがまっすぐだと手が前に出るので、はい、途中でかかとに行かないように、最初からかかとだったらいいけど、途中でかかとに行かないようにするには、はい、ずっとこの踏み込んだ時って、この外側にグッと踏み込む感じであれば大丈夫だと思いますね、はい。あ、そっか。足全体で外側に踏み込む。そう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 。はい、かかとっていう風になっちゃうと、そっか。これがただ単にこうなんじゃなくて、全体にこういった。そう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 、はい。うん。そしたらちゃんと足が使えてるので。はい。グリップしっかり握ります。はい。うん、いいですよ。ナイスショー。ドローだもんね。おー、いい当たり。いいね。おー、飛んでる。今のだと低スピンじゃないですか。一番やっぱここですね。私も今多分、今までのだったら離したらもう落ちちゃうぐらいの力感というか密着が全然なかったので、ここしっかりね、こうなってました。これぐらいになってた。ここ、ね、他のクラブももしかしたら確かに引っ掛けてるのはそうかもしれない。アイアンとか、そうかも。でも飛ばそうとしないから、あんまり途中で力は入んないとは思います。やっぱドライバーは飛ばさなきゃって今任務があるから、途中で力入ってるのかもしれないので。でもこのこれで左に行く要素はあったけど、緩いままだと右ミスはやっぱ出ちゃうってことですよね。緩いとヘッドが垂れちゃうので、ここで、あ、そっか、ここで支えられないからこっちになって開いたままこう来ちゃう。そうです。そういうことか。うん、今のでも全然向いた方向だと思います。はい。でもあのしっかり握っておくととか密着させておくと、ここら辺でこうふわって後ろ側に持ってかれる感じは全然ないですね。それがなくなるとスライスがなくなりますね、うん、はい。今のめっちゃいい、うん、ずっとフェースがどこら辺に向いてるのかがなんとなくイメージできる感じになりました。ここでこっちに行っちゃうと、なんかどこまでも開く、そして戻さなきゃっていう動きがなくても開閉がね強くなっちゃいますもんね。少し開かないことが大事なんですね。じゃあ、はい、開かないためにも密着しとけば自分の手の動きの中でとどまってくれるって感じです。はい。お、いいね。お、いいね。よかったですか？はい。もうこの辺で？うん。ここが緩いと垂れちゃって開きが強くなるんですけど、それがないので。そっか、なんか開かないように閉じてあげようっていうふうに思ったんですけど、じゃなくて右手を密着させておけばこのまま上がってくれる。で、開かずに降りてくる、うん、でもそれが部分だけ見るとね、あ、開いちゃってるわって思うんですけど、はい、それグリップ変えるだけでフェースの動きって固定できるので、はい、じゃあ逆に左だけで引っ掛けで悩んでる人も意外とここがゆるゆるだからこう途中で力入ってるかもしれないです。はあ、そっか。うん、おお、球が重くなりましたね。うん、しっかり当たる感じしてきました、うん、でしかも着地してから前にちゃんと跳ねてくれてるので、うん、引っ掛けって感じではないかなと思うので、ちょっと試してみるといいのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで私の出玉が左にたまに出る恐ろしい悩みだったんですけれども、なんとグリップでございました。今までね、これぐらい伝わるのかな、ゆるさ、空気が見えてる感じ、景色が見えました。あ、景色が確かに、もう本当にでもこんな感じで
最初はこれあえてやってたんですよ。多分今は癖なんですけど、あえてこう右手がギュッてなったら良くないと思ってやってたことが、まさか逆に働いてたと。びっくり。私はね、こうつけるんですけど、第二関節つける、第一関節浮いてます。逆に、なんならこうじゃなくて、こういう感じなんですね。指先、第一関節力入ると肘張るんですよ。本当だ、こっちに、前に行く感じですね。とシャフトしならなくなるから、第二関節つけとけばいいので。そうなんですね。うん、出てっちゃってます、なんなら私。本当だ。うん。第二関節がつくのが大事なんですね。うん、あ、わかりました。意外と知らないこの第二関節っていう意識だったので、これは皆さん一度、どうなんだろう、みんな。これできてますか？言ってみよう。結構なんだろう、緩く握っちゃう人とか、まあ、第一関節がポッてついてる人が多いような気がするので、ぜひ皆さん、どうなってるのか、うん、見てみてください。そして、何かしらのコメントお待ちしております。はい、ということで、お腹空いたので、お昼ご飯に行きたいと思います。そうだね、お腹空いたね、はい。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ももプロじゃんけんじゃんけんポンパーです。せーの、また見てねー。